えー、西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです、えー、今週もたくさんいただきましたが今週はコロンさん男性40代一馬家の方です、えー、要は、えー、コロナウイルスのが収束に向かっているのかいないのかわからず精神的にも、えー、先が見えずどこまで気をつけていいのかわかりませんどうすればいいんでしょうかと、まあ、こういう質問でありますがまさに、えー、皆さん方、えー、同じ気持ちでおられると思いますね そこで私がですね、考えるこのコロナの収束一体どうなるのかということでありますが、えー、そもそも今の日本の状況どうかというとですね、まあ、1万人を超える感染者が出てきましたしかしまだ死亡されている方はですね確か200人ぐらいだったでしょうか、えー、各国とも比べてですね、えー、かなり低い。 あのー、人数でありますで要は今日本はですね、えー、この感染を急拡大させないように自粛措置も含めてですね、えー、そのおかげで、えー、感染者数は、えーまあ、同じような数がいってますがそれが急にボーンと大きくなるというのはいわゆるオーバーーバシュート状態を避けけているわけですねでこのオーバーシュート状態を避ける意味は何かというと要するにオーバーシュートしてしまうとですね一挙に患者さんが増えます。 増えるとですね病院にみんな行きますが病院では収納しきれない治療そのものが受けられない、まあ、こういう人が出てきてしまうわけですね中国や他の国でもイタリアやヨーロッパやです、ね、アメリカでもそれに近い状態になってますけれども要するにそうすると治療を受けられずに死んでしまうそれから他の病気の方も治療に受けられないと、まあ、こういう医療崩壊ですよね。 ででこれはもう避けけなななきゃならないわけですすありますしかし一方で、まあ、そういう形でですねオーバーシュートでどんどん感染者数が増えていくとですね結局のところ、えー、日本人全体国民全体がですね、まあ、感染者。 まあそれで結果的にですねいわゆる、えー、全体の免疫集団免疫がですね、えー、できてもうコロナウイルスがそれ以上、えー、広がらないという状況になるという考え方もあるんですがしかしこれは今言いましたように医療崩壊を伴い、まあ、あの救える命まで、えー、なくしてしまうというです、ね、大変なことになりますから、まあ、これは避けなきゃならないということなんですね。 でそうするとその次の作戦は何かというとです、ねえー、もう1つはワクチンや、えー、それから特効薬が開発されてです、ねえー、とにかくかかっても、えー、治るんだとまたかからないようにすることができるんだと。 まあこういう状況がなったらですね完全にこれは、えー、光明が見えてくるわけですね。今それを、えーまあ、政府、まあ、日本だけじゃなくて世界各国が、えー、地道を挙げてですねワクチンの開発や新薬の解約に、えー、この全力を注いでいるのが現実であります。ですから要はですね、えー、そのワクチンや新薬が、えー、できるようになってきて、まあ、一方で今アビガンというですね、えーこの <coughs> えー、インフルエンザに対する特効薬がどうも、えー、ここの新型コロナウイルスにも効いてるようだと、ま、た,ただし、えー、いわゆるこの、えー、副作用といいましょうかね、えー、そういうものがあるということもありますのでそこら辺がどういうことかということが今これから大きな課題ですが、まあ、そういう希望の薬も出かけてきているわけでありますね。ですかから要は今あの静かに 医療崩壊を避けて静かな形でこの感染者数をできるだけ少なく抑え込んでいくとそしてもう片方で確実に1万人のこの感染者がおられても1,000人をくる方がもう退院されていっておられるわけでありますからこの退院者と新しい患者さんのこの数がですね同じだけであったらこれはもう全く問題ないわけですよね。 だからそういうい医療的には、えー、この皆さん方の医療が受けられる医療崩壊をしない状態を確保しつつ、えー、なんとか、えー、新薬、それから、えー、抗生物質ワ、まあえーえー、クチン、まあ、こういうものをですね、えー、作っていく、えー、あのこの目処が、えー、見えてくるというのが一番大きな希望になると思いますが。が、まあ 片っぽで今言ってますように、アビガンというのは実際ですね、もう量産体制をして、日本で作った薬ですけれども、世界中から欲しいと言ってきているわけです。ですから、こういうものをですね、世界中に供給してですね、それぞれ世界各国でえ知見を重ねてですね、そしてえその中で一定数の この目処がついたらです、ね、それを正式に使うことによってです、ね、このコロナに感染しても早い段階でこういう薬を投与すればです、ね、治っていけるんだという状況が見えてくるそうすると、これはもう先に雪が見えてくるようになってくる。んでですねししかしまあまだそこまでの状況にななっていない でそこで我々が今取るべきことは何かと感染拡大を爆発をさせてしまうと今言いましたように、えー、この医療崩壊ということになってしまいますから、まあ、これはやっぱり避けなきゃならないということでありますで世界中、えー、結局ですね、えー、初めコロナを甘く見てましたから、えーまあ、まあこんなものはみんながですね感染して、えー、そして免疫持ったらそれでいいんじゃないかと。 まあこういう考えをしている、えー、学者やです、ねえー、そういう世界のトップの方もおられたようでありますしかし現実問題は今言っているように、えー、これあの医療崩壊というものを伴ってしまいますからこれはあまりにもですね、えー、これは悲惨な結果になってしまうそれよりも日本が今やっているようにですね、えー、じわじわ増えているようですけれどもなんとかこのぐらいの増え方 もう少しやもしくは、えー、増え方を恐なくして医療崩壊を伴わ、えー、ない形でですね、えー、このスピードを抑えピークを抑えそしてその間になんとか特効薬、えー、これを開発していくそしてそれはもう私はそんな遠い将来でなくですね出てくると、えー、期待をしている,いるところであります、えー、今大変皆さん方もご心配のことはたくさんあろうかと思いますけれども今しばらくみんなでですね コロナウイルスに立ち向かっていくと、まあ、そのことが大事ですそしてそういうことを思っていくとですね私はもう一つ皆さん方に訴えたいのは情報がたくさんあってですね今は情報を刀ぐらいの情報でありますでそういう意味では情報社会でありますから何にも知らないでこの耐えてるだけじゃない。 とというところががありますがしかし情報の中には、えー、課題な情報もあるわけですよね、まあ、小さなことをほんの小さなことを徹底的に非難したりですね、えー、それからみんなが心を一つにならなきゃならないところをです、ねえー、一つ一つ、えー、矛盾点を非難したりしあってもですねこれはほとんどですねそうじゃなくてこれは、えー、誰が作ったのか何のためにあ出てきたのか分かりませんが。 しかし、分かっているのは今言ったように、えー、このまま放、えー、っておくとこの医療崩壊まで招いてしまうでそういうことにならないように、えー、みんなが協力し合ってですね、えー、新薬、それからワクチンを開発を待つ、まあ、それ以外、えー、これ有効な手立てはないわけですねそして日本はそれができる国なんですよ、今そのための努力を必死でやっているということであります。ぜひみんなで 心を一つにしてですね、この戦いに立ち向かっていかなければならないと思いますので、えー、ご協力をよろしくお願いいたします。えー、本日は、えー、このコロンさんの他にですね、青銭さんですね、コロンさんごついいただきました。それから広司さん、オズマンさん、憲法九条改正反対さん、トロッコさんが四つ、泉谷明さん、酒井裕太さん、七瀬さんが三つ、J さん、元さん、栗原明さん。 王主さんが2つ、不思議さん、ヘンリーさん、哲さん、五郎さんが3つ、荒方鎮急士さん、加瀬さん、小羊さん、内海和俊さん、熟考エ A さん2つ、熟考エ A さんのはいい質問だったんですが取り上げられず、えー、すいません、全く同感であります。えー、ルーさん たけちさん、しろくまさん、しんちゃんさん、りっきーさん、うおたあまんさん、ごんたろうさん、はまだとしかずさん、ういやさん、大沢たかしさん、TS さん、プーさん社長2通、過去から未来へさん、うどん屋の上さん、けイさん、せいれむさん、かいでんいんすいさん、あ、えー、きすてさん、こまり果てている田舎者の民、コロナに負けないさん3つ、ほぐしさん、つじけんさん、かいじゅう先輩さん、はまちゃん、えー、それから D ・ ンミントさんが、えー、5つディフェンシブ男爵さん、足柄さん、福島忠之さん、えー、南出身者さん、小林さん、うにょさん、じいちゃんさん、うさぎさん、晴れはあきものさん、たかさん、武漢ウイルスさん、ZCY さん、北村さん、NA さん、GT さん、R さん、ピンポンさんですね、ポコポンポコさん、S うん、アさん、田中一郎さん、ゲハさん、けいさん、パテントアイダンドさん、ウッキーさん。で、以上、九十三名からいただきました。えー、本日もたくさん、ありがとうございました。